フィンランドと日本は今年外交関係樹立100周年を迎えます。大使館では昨日、改装を終えたばかりのサウナがメディアにお披露目されました。大使館の中にあるこちらのサウナではフィンランドの伝統文化を体験できるんです。それがサウナストーンに水をかけるロウリュなんです。熱い蒸気が出てきて、もうサウナ好きには最高ですね。サウナはフィンランドが発祥の地とされていて、最近スマホ疲れの解消の場などとして注目されています。大使館のサウナは交流を目的としていて、政治家やビジネス関係者らを招待していく方針です。オルパナ駐日フィンランド大使は、サウナの中はみんなが平等で上下関係はないと話し、サウナでの自由闊達な交流に意欲を示しました。